ソフィア、プロレスリングマサラ、アイシングパン、173センチ、70キロ、ラジオタコート。同じくアイシングパン、174センチ、85キロ、神のマゾート。アジアクスト、アスリーチャンピオン、172センチ、85キロ、中津亮太。96センチ、95キロ、野村拓也。ホットジャパン BGW 認定世界ストロングヘビー級チャンピオン、177センチ、96キロ、青木優ちゃん。Yeah.
Yeah!
はいはいはい。やる場所はあなたに決めさせてあげましょう。
ホールで作った金はホールで返すのが気に入ってもんやろ。ああ来月の後楽園ホールでやったろ。オッケー。来月は何日や。7月25。お前が答えろよ。こっちは当たり前に。あれ以上にせいぜい頑張って関西弁も練習しとけよ。というわけで決まりましたので、大日本ではありますが、ちょっと僕のことも応援してくれたら嬉しいかなと思います。ました。いやまさか。いやちょっとね勢いすごかったな。あれな、多分青木とか初めて戦うタイプの選手だから。うん、まあこう、バサラって感じ。そうそう、いきなりこう、いきなり調子乱してくんだよな、あのバサラは。バサラの選手ってな、中津さんなんか特にな。愛人タックのね、なんか愛人タックだよ、お前見ぬ、ちょっと見て、見ぬの間に、ね、あー、そうオッケー。あー、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 そう大丈夫か。あー、まあそうだよな、ちょっと、あの調子狂わされるでしょ、あの中津亮だって。いや、調子狂いまくりした。まっすぐそうで、ひね曲がってるから、あれ中津さんってダメなんだ、あれ。でも、僕は、バサラ大好きです。そして、中津大好きだよ。ああ、でもな、今日の負けは、ああ胸に刻まれたぞ。ああ今日の負けは忘れない。だからよ、ああ7月25だな、後楽園ホール。ああ7月25日、ああ絶対やり返します。やり返して、絶対やり返します。やり返せよ、もう。ああ、あいつらは、好き勝手終わらせないよ、俺は。ああ俺はあいつらのタックル見るとぶんどっとくから。ぶんどっとくから、そうだな。ああぶんどっとこ。そこに追い打ちをかけるように俺もちゃんと。おい、青木、根絶足で。根絶足ですよ。バサラにな、いい格好させねえぞ。根絶足で。根絶足ですよ。全面戦争。根絶足で。根絶足。俺がな、やってやるぞ。よっしゃ。やってやるぞ。4月25日、中津亮太の挑戦、受けてやるよ。嵐のように来て、嵐のように去っていったかな、あいつな。さっきの話続きするから。できるか。愛人タック。愛人タック、おい。まだ見ぬ間になんか成長してた。一回りも二人も、一回りも二回りもでかくなってる。でもな、おい、まだ見ぬ間に俺たちも一回りも二回りも百回りもでかくなってるからな。まだまだ負けませんよ、お前。負けねえよ、お前。やってこい、お前。青木のストロングヘビー。うわー、ストロングヘビーに挑戦するぞ。別に俺はヘビー級ではないけども、見たでしょ、今日のあのメッメッみたいな感じ。得意だな、でかいのは。そんなにでかいって言っても100キロないんで、全然うちにこっちに勝ち筋もあるからって感じです。あと何かありますか。はい、いや、僕らもあの大日本のベルトじゃないんですけど、ユダブレタッグのあの巨諾を得てるんですよ。あの関札さんと梶友さんがベルトを持ってて、タッグので、次の挑戦者が決まってるんですけど、そこに防衛したら我々が挑戦できるというような状況なんですよ。おーそう、おーで、なんなら挑戦者チームも勝手になんで決めてんだよと。でもしベルト取ったら愛人とやってくれるって言ってるんで、もう次期挑戦者は俺たち愛人タッグなんで、おもうあの長瀬さんがヘビ持って、僕らがイドブレタッグ持って、あのバサラが一気に大日本を侵略してやろうと思うんで、どうですか長瀬さん。全然そんな気持ちはないから、個人的に頑張るんで。私も個人的に、僕ら愛人で、僕ら愛人大臣で、ね、別にお前ケア入ってると申し訳ないけど、はいはい、別にそれは関係ないから。コスモとこへ、みんなありがとうございました。よっしゃ、閉めるぞ。しゃあ、はい、恥ずかしいな。恥ずかしいです。よっしゃ、いつもの行くぞ。はい、ズババババサー。